正論おじさんでーす。はい、こんにちは。今日は、まあ、ちょっと2日前の話になるんだけれども、WBC で、山田選手が打ったホームランをキャッチしてしまった少年についてお話ししたいと思います。2日前、日本対キューバ WBC の試合で、4回、2アウト2塁のところ、山田哲人選手が打ったホームランをレフトスタンドにいた少年がキャッチしてしまって、それが、こうキャッチし、要はそのレフトスタンドに入る前にキャッチしてしまったから、なんかビデオ判定でホームランではなく、エンタイトルツーベースにされてしまったという。でね、その少年が、こう非難、こう殺到して、こう少年が上げたツイッターから、特定されて、学校と住所と名前が、まあ特定されて、こうそれ炎上してしまったっていう。まあそんなね、まあ事件がね、2日前にあったんだけれども、まあこれについて、結構ネット上では少年に対する批判の声があって、例えばその、少年が座ってた席からホームランをキャッチしたところがちょっと遠かったから、いや、この少年はもうホームラン飽きたなと思ったらもうそこまで走って自分の席じゃないのに取りに行ったんだろうとか、あとは、なんか身を乗り出して、フェンスから身を乗り出してホームランボールをキャッチしたって、これもマナー違反だとか言ったりとか、ね。まあ、いろんなまあ批判とか、まあまあ擁護する声もあるんだけども、俺の考えではね、少年はね、少しも悪くない。一も悪くない。ね。少年も悪い。でも大人たちも悪い。みたいなね、意見あるけど、少年は、一も悪くない。だって、多分ね、観客席から見たら、観客席から見なくてもさ、ホームランじゃん。入ってんじゃん。で、それをね、ね、野球少年だよ。グラブまで持ってくる、ね、野球少年がさ、ホームランボール来たらさ、ね、ホームランボール、しかも WBC のボールなんて、絶対宝物だよ。来たら取るだろ、そんなの。ねえ。で、現に、WBC の、その山田哲人選手も、僕は全然気にしてない。だから野球を嫌いにならず、またグラブを持って応援に来てほしいっていうね、コメントを残してて。で、なんかもう、将来、プロ野球選手になって、この時のことを、ね、話せるようになったら、いいね、みたいなことも言ってんの、山田選手が。ね。WBC の、ね、選手とか、ね、日本のチームね。まあ、もし、まあ、試合は勝ったんだけど、負けてたとしても、あの少年を攻める、ね、プロ野球選手はいないよ。そんな中よ。そんな中、ね、もう、少年はもう現地に見に行ってるわけじゃん。わざわざ見に行って、グラブ持って、応援しに行ってる、野球好きの少年を、ね、外野が叩くなよ。テレビで野球見てて、ね、少なくともテレビで見てるやつは現地に行って応援してるやつの方が絶対に野球好きだろ？しかも、俺思うんだけど、こういう少年を特定したりとか嫌がらせしたりとかしてるやつって、もうそもそも野球が好きじゃない。ね。野球興味ないけども、なんかよくわかんねえクソガキがなんかその叩ける大義名分ができた、よっしゃみんな特定だ叩けって言ってるだけで、本当に野球が好きだったら野球好きの少年は叩けないっしょ。という感じで、なんかこう、騒ぎにね、こう、なんかこう、混じってさ、こう、なんの罪もない少年を、こう、大人が、しか悪い大人が寄ってたかって袋だらけにしてんの。これ、本当にね、悪質だと思うわ。で、これ本当思うんだけども、こう、ネットでさ、まあ、なんかちょっとボロを出した。まあ、少年はボロなんか出してないけど、なんかネットでなんかちょっとボロを出した人を、寄ってたかって、匿名で、こう、みんなで潰す。のって、まあ、ネットでね、日本のネットあると思うんだけど、俺、ね、こういうことしてる人たちって、絶対リアルうまくいってない人だと思う。ね、リアルで積んでるから、リアルで自分に楽しいことがない、ね、生きがいがないから、だから他人を潰すことに生きがいを感じるみたいな。他人の人生を潰すことこそが自分の快楽になるっていう。なぜなら、自分に何もないから。っていう人間がね、俺はね、こういう少年に嫌がらせをしてると思う。うん。まあ、長谷川亮太もね。長谷川亮太もそうよ。長谷川亮太を叩いてるやつって、ね、絶対、自分の人生がね、素晴らしいものだったら、ハッセに攻撃とか、弁護士に攻撃とかしないから。はい、ということで、これね、俺はね、本当に今回は、なんか大人っていうか、クズたち、ネットの世界の、クズたち
はね、まあ、本当、どうにかなんないかなと。少年本当にかわいそうだなと思いました。はい、そんな感じで、柴田がですね、WBC のホームランをキャッチしてしまった少年のことについてね、自分の気持ちをお話しました。では、